ライアントなんかでも25までの契約でそれから1本につき30万とか。あ、それもありますね。そうやね。でも月はダメだよ。月は何にもないからスケールでかっ。宇宙船のロゴ。大木田中アスリートチャンネル。さあ今回は金村さんと G 佐藤さんにお越しいただいておりますが、僕ちょっと気になったのが、うん、G さんが以前、ね、お仕事ご一緒させてもらった時にグラウンドにはお金が落ちているっていうプロ野球界の考え方があるっておっしゃってたんですけど、それは本当なのか否なのか。これは、まあ、でもやった分だけやっぱり給料が倍にもなるし、まあ、3倍にもなるわけですから、はい、そんな職業他にあんまなくないですか。ないですよね。あれはでも本当に言ったのは南海の鶴岡監督やで。あ、そうなんですか。鶴岡親分がグランドに銭が落ちとるんやっていうのが、でノムさんとかがしたんでな、グランドに。ほんなら俺近鉄行った時にグランド汚いじゃん、うん、お前らあの岡本勇さんっていう人が監督で来られて南海から、はい、グランド鶴岡親分の子分やわな、はい、バッティングコーチやったら、グランドにお金とはほんまに10円追ってました。ほんまに金投げてきようって10円とか2000円お客さんですか。へいってしっかりでーとかお殴り練習してたほんまに、まあ、うわ10円グランドに金追ってましたよ言って、そういう見ちゃうんじゃアホ言って。ホームランにはインセンティブがついたりしてるんで、ですよね、1本10万円とか、で打った後心の中でよし10万円とかは多少ありますよ。それはおかずやな今の。そうなんですか。これはあると思います、うん、だからブライアントなんかでも25までの契約でそれから1本につき30万とか。あ、それもありますね。そうやね、何本超えたら。だからもうひたすらその目先の人参ぶら下げられて取りに行くわけ、うん、あ、じゃあだからあんまり最初にドーンってやってしまったらもういや頑張らないもんな、うん、消化ゲームだったら。守備とかもあるか。守備もだからファインプレーしたらとか、それおかず持っていき方やろね。球団からこんな契約しようなんていうの一切ない。あ、じゃあこっちからの提案で勝利打点がこれぐらいくれとかって数がつきやすいのがやっぱり評価しやすいですね。盗塁とか守備率とかちょっと難しいじゃないですか、はいはいはい、昔はだってどんぶり勘定やったの。もうパリーグってもう近鉄南海阪急って3球団あった時はもう親方のもう皆赤字やから、はいはい、そこに球団社長っていうのはもう本社の部長クラスが来る、うん、じゃあ球団社長の数年に1回必ず買うの。ほんならもう A 点じゃなくて左遷の顔で来るわけよ。ほんで経費削減っていうと20、まあ、例えば20億でやれって言われたら市場命令だから、はい、このチームはこの例えばこの人とこの人がチームの顔や言うと、はいはい、その人だけやっといて、なるほど、他をグロスでもうこれ下げとく、うん、でファームやったらもう一律かわいそうやったんがもうファームの食堂に集められて日本の選手全部こう統一契約書バーッと一斉にやって、一斉にやって、あ、インカムせえ、お前ら農場やって、ファームとは農場やって、給料欲しければ一軍でやれ、年間例えば30億とか決まってるんですよ予算が。決まってる。その中から取り合いになってるんで。取り合い。ってことはじゃあこの人年俸上がったなと思って、ああじゃあ俺が下げられるんだって思ってる人もいるってこと。そういうことや。残りも少なくなっていくんで。そう思うんだ。だから近鉄なんかひどかったもん。あいつ全然今年活躍してないのにチームの顔やからドーンといく。ね、例えば西崎と阿波野がいたら、西崎の給料を見て阿波野もこんだけ上げないかみたいな。バランス取りながら。ほんでこの野手ではこれがまあすごいから。これがよそから来た新井さんよりもこれ上に生かすわけいかんって、なんやねそれいう話。だからもうちょっとしたことでも、もう息子3人目できて、もうちょっと代を頼むからあのミルク代もうちょっと上げてくれ言ったら、もうマジで言われた俺、ミルク月なんぼやってな、ほんまにミルク代だけ上げようとしよう500円うち、うち母乳や言うね言葉のあやでよ、お前ミルク代だけもうちょっと上乗せ、例え話ね、例えで3人目できたんですわ、相手ミルク代だけでもう実費で聞いてくるって、ほなもう実はミルク代って月何もかかんねんあげたろ違うっちゅうねん。だから近鉄の俺の俺より若い選手なんか2軍の子なんか偶数で切られへん年俸が多い多い、少数てん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 、だから287万とかどんな熾烈な戦いもあるんですよ、細かい感じ。赤抜けてるところは400万とか偶数やんか、12で割れる、はいはいはい、な、奇数は俺が入団した時はもう広島と近鉄は奇数が多かった数万円単位の争いってことですね、うん、数万円単位の争い、そんな気味悪いんすか。ほんで最低年俸まで俺は
一軍の最低年俸ってどんどん上がっていったか、僕らの時は一軍が、600万やったのかな、ほんなら年俸がやっぱり100何十万足らんかったら、とにかくピンチランナーでも出たら1試合に次3万入るから、なるほど、嬉しかったんや、それがもうせやから試合出してくれ、もう出たら3万円入ってくるって、そんな細かく決まってんすね。後輩はやっぱ金村さんの代打でもし10本ホームラン打って何千万があったって言ったらそれが実績なんかなんですか、なるんで頑張ってほしいですよね。なるほど、なるほど、上がるとそこが基準になってくる。なるほど、なるほど、基準上げてくれと思うんだ。だから大体抜けた球団ってさ、巨人なんか松井でも最後の最後にこなしてサンタクロースの学校で3億や4億や言うやん。近鉄なんか一番のベテランを一番最初に別ブート渡しといて、よそにはこれやぞと、お前だけ言うから、もうそれからもうそのうちなんか大豪邸住みながら、もう一番最初別ブートもらってるから、他がもっと上げてくれと、お前何言ってんねん、球団が言いやすいようにするんですよね。そう、基準作んないよ、そういうのは下げとくんですか。そう、球団そうしたいんですよ。だから野球界全体が ON がね、あの当時だからずっと推定やったのよ。 ON がそんな、他のスポーツみんな1億円プレーヤー出てる時に競輪やら、王さん長嶋さんの新聞見たらさ、7、8000万やんか、安すぎですよね。そんなわけないよ。なるほど、長嶋さんなんか、実際はね、え、長嶋さんなんてお前中曽根総理に家貸してるっちゅうやんか。どんだけ7000万なわけないやんか。やっぱ別ブートっていうのがあるんですね。そう、落合さんなんか頑張ってもらったんじゃないですか。そうそう、引き上げてくれた。だから落合さんがあれパリンっていうか球界全体のね、金の亡者みたいに言われたけど1億円超えた、ね、言うと、はい、アクル都市にね、俺選手会の役員してたから17人1億円プレーヤー出てきたよ。あ、落合さんのきっかけに、落合さんが正直に言ったから、はあ、これはもうみんな丸つけたよ、こいつ黙ってたな。そういうことや、この球団もらってたわけですね、もらってた。あ、で東尾さんなんか赤抜けてるから、9800万の時に自分で200万持って行って社長がボーンと200万置いて1億にしてくれと、はあ、見栄えもいいし、1億にしてくれと200万持ってきたから、へえ、かっこええやんか。すごい、この17人は俺は言わへんけど丸つけて、こいつは裏で別運動を、落合さんが一応野球界で一応超えた言ったら次の年やで、調べてみ、17人ぐらい一応超えた、大体じゃあ分かっちゃうよ、分かるよ、検索すると大体みんなあの球、その球団の顔役じゃない。あ、すごい。ほんでパ・リーグ言ってたのは、その当時のね、パ・リーグはその手取りでもらってる人が多いって、あれ新聞出てんの手取りやぞとかね、税抜きやぞとか、申告してたのどうしてんですかね、本当にね、その辺で。いや、そうですよね。いや、ちょっといろんなことを話してますね。だからオリックスが確かあの一郎で、優勝した時に、ハワイ旅行行ったじゃん、はい、ね、であの時にやっぱりあの時に税金がかかるようになったんだよ。それまで優勝旅行ってどんぶり勘定で、あの球団からもうもうどんぶりやったよ、使いだから各家庭に小遣いくれたり、そうですね、毎日ミールマネーとかもらえますね。そうやろ、はい、お昼ランチ行ってやろうって、1日100ドルぐらいこれで飯食えみたいなありましたね。俺らもそういう2年続けて優勝旅行行ったからもう天国やったね、優勝慣れしてるから。島田マネージャーが来られて20万、いやお前子供多いしランチいるやろ、ね、うん、人数分、その代わり次の年の5月ぐらいその旅費と源泉引かれたわ。だからうちの5人家族は38枚か380万ぐらいかかってる、スーパーシートで。すごい、小学生もスーパーシートで。いや、で松井和夫なんかは独身やからビジネスも座れずエコノミー、エコノミーで、さすが西武やみたいな。すごい、近鉄の時は4泊6日で嫁だけ、ただ息子の金は実品。そんだけ違うんだよ。黄金時代の時でも西武って優勝旅行行き過ぎたから、うん、もう行きたくないって言ってみんなお金もらってる時あったらしいですね。そう、あ、行かずに、だってハワイ行き過ぎちゃって、ハワイ島に包むような直行便で来てパーティーするんだよ。でみんな襟付き着てんだけど、俺1年目知らないからサンダルとって言っちゃった。うちの家族5人めちゃくちゃ怒られるやつですよ。怒られましたそれ。5人家族でこう言った井原さんの横で、ね、ええよええよもうそれで言われて、言ってくださいよって。いやちょっとこれが優勝旅行、ほんでみんなバーッとあのステージ出て現生バーッと、優勝旅行面白いですね。ほんであのスピーチだけ忘れられば、今年よくやったねみんなって、住みほらがね、来年も優勝したら
ハワイはもういいだろう。どこがいい、カナダとかあっちの方、うん、でも月はダメだよ。月は何にもないからスケールでかっ。宇宙船のローンじゃん。月はあかんってその頃言ってたんですかね、もうすでに。どこでもいいよ月以外です。月以外はどこでも、あの来年連続優勝したどこでもいいけど月はダメ。月は何にもないから。へえ、すごいなこのチームを。堤さん、キャンプ地ヘリで来てました？来てないですか？ヘリじゃない、自家用ジェットで優勝旅行は来て、でヘリはあれ箱根とか行くんやろ。箱根とか南郷キャンプはヘリで来てました。南郷ヘリなんですか？はい、多分宮崎空港まで来て、うん、そこからヘリなんじゃないですか多分。そうやろな、陸路使わずに。使わずにだってあの箱根とか行くのもヘリとかで行ったらプリンスのあの施設あるじゃん、はい、洗濯物もみんな隠せっていう。一回ね、とんでもないこの実話があったんだよ。横浜と優勝争いして、横浜が、優勝コンペを大箱根カントリーでブッキングになったんだよ。だ西武グループじゃん、こっちも大箱根でするじゃない。ほんだらブッキングになって、その人がもうビビったらしいね、商売だからね。ほんだら包みような耳入って、いいんじゃないのの一言で、それまで下でもうもう首切られるんじゃないかな。なんで横浜に先にやらせて、なんで西武が後やねんみたいな。でいいんじゃないの、で、はい、だからあの結構ね、野球は全部見てるし、CS でもう直電話あるらしい。はだから訓示した時、俺トレーナー室でマッサージしてたのよ。ほんでオーナー来た言うから隠すんですね。あの一番スリッパで、またそれ短パン。ほんで最初の言葉がさ、金村って、はいって、一番後ろやよ、あのミーティングルームの、はい、はい、って、優勝経験あんのって言って、はい、近鉄で一度、よかったね、うちに来て、言われて、怖い、怖い、一人だけ短パンとサンダルで、ありがとうございます。すごい、いや、もうぜひ皆さんのコメント欄、これ、コメント欄、すごくなりそうな気がしますけれども、大田君、またぜひお越しいただければと思います。どうもありがとうございました。どうも、ありがとうございました。強くなりたい。今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。バリューネットワークは株式会社ジャパンクリエイトグループの一員として、テナント事業という専門分野を通し、社会から広く認知される企業となるべく日々努力を続けています。私たちのメインの授業は精肉店のテナントの授業なんですけれども、私の所属する店舗ウェブでは全国にも出店しているテナントへ様々なサポートを行います。精肉店の新規出店の場合は、私たちが提案しているアウトパックシステムというものをお勧めしています。お肉を切ったり加工したりしている拠点から出店しているテナントへお肉を配送するというもので、精肉部門を丸ごとアウトソースできるというものになってます。出店しているテナント数で言いますと、全国のスーパーやドラッグストアなどに約800店舗、配送元となる拠点は約70拠点で、西日本ではトップのシェアを誇ってます。やはりその継続して売り上げを向上させるために、各テナントの店舗の担当のスタッフの方と密に連携を取りながら、状況を常に把握してサービスの見直しなどを随時行っていってます。全国各地を飛び回るので、まあそこでいろんな人と出会いますし、いろんなものを見たり経験したり、もちろん失敗することもあるんで、でもそれが日常の仕事や日々の中で思わぬところで活かせたりとかして、私自身の成長を実感できるというのがやっぱり楽しいところではあります。バリューネットワークは体や健康に直結する事業を通して、今後も地域経済の発展に貢献していきます。